劇場のロゴアンデアウィーン劇場1815年の劇場パパゲーノモン、パパゲーノモン。左下にベートーベンの記念プレートが見える劇場の裏側。この部分は1801年の開館当時の外観を保存している。1900年頃の正面の様子。1901年の改築前の最後の姿が見える。アンデアウィーン劇場はオーストリアウィーンにある歌劇場。 ミュージカルやオペラを上演する劇場として、1801年の開館以来、多くの市民、観光客を集めている。ウィーン劇場協会に加盟しており、運営は、ウィーン市の100%出資企業である、ウィーンホールディングが担当する。市内中心部、ウィーンロックの林家ウィーンツァイレ沿いに位置する。劇場名のアンデアウィーンとは、ウィーン側に面したという意味であり、 ドナウ川の支流で劇場の傍らを流れるウィーン川に由来するものである。今日ではウィーン川は劇場付近が暗渠化されており、直上はナッシュマルクトと呼ばれる市場になっている。ボルフガングアマデウス・モーツァルトのオペラ、魔キの台本で成功したエマヌエル・シカネーダーが1791年に皇帝の認可を受け建築家、 フランツイエーガーによる定正様式の設計をもとに1798年より建設を開始1801年に落成した。18世紀の委員では特権的な貴族や裕福な市民は私壁城門内の2つの宮廷劇場で劇場趣味を満たす一方で仮想の市民は私壁門外の郊外地区で開かれる巡回劇団の公演を楽しんでいた。 郊外では長い間、仮設の舞台が作られては短期間で撤去されることの繰り返しで常設劇場がなかったが、18世紀末近くになると、1781年会場のレオポルトシタット劇場、1787年のフライハウス劇場、1788年のヨーゼフシタット劇場の3つの常設劇場が相次いでオープンし、しのぎを削っていた。このうち、 1787年会場のフライハウス劇場がアンデアウィーン劇場の前身となった劇場で、1799年には財政破綻を起死していた。モーツァルトのマテキの大本作者でこの劇場の支配人を務めていたエマヌエル・シカネーダーは、1799年3月1日、劇場活動への強い情熱を抱いていた商人のバルトロメウス・チッターバルトに対して、 6万6グルデンでフライハウス劇場を譲渡することになったツイッターバルトはその頃までにこの劇場に13万グルデンを投資しており、この買収により、1786年からシュカネーダーが保有していた新劇場建設の特権も合わせて取得できるものと見込んでいたが、これについては却下されたため、二人は共同経営者となって、 歩調を合わせることになった。この間に1799年、ツイッターバルトが新劇場の用地として、フライハウス劇場からウィーン川を挟んで至近距離にあった土地を取得する一方で、シカネーダーは計画段階にあった新劇場の建築許可を請願し、1800年4月1日付で皇帝フランツ2世より許可を取得した。この後、 わずか13ヶ月の建築期間で新劇場は完成し、1801年6月13日、お年を迎えた。当時の建物は限られた部分しか現存しておらず、ミレッカー通りに面したパパゲーノ門はその一部である。これは劇場を建てたシカネーダーを記念する門であり、魔キで自ら パパゲーの役を演じるシカネーダーと彼と共に出演した三人の息子たちの姿を見ることができる。快感よりほどなくして、シカネーダーは破産し劇場を手放すものの、保持していた皇帝の認可によって芸術監督の座を守り、ルートビヒバン・ベートーベンを音楽監督として昇平。ベートーベン作のオペラ、フィデリオなどを上演した。劇場内にはベートーベンを記念する部屋が残っている。 19世紀には劇場はヨハンネストロイなどに代表されるウィーン大衆演劇、その後ヨハン・シュトラウス2世やフランツ・レハール、カール・ミリッカーなどによるオペレッタ作品を数多く上演してウィーン市民の人気を博した。世紀末ウィーンとも重なるシュトラウスの時代はオペレッタの黄金時代、レハール・ミリッカーの時代は銀時代と呼ばれる。この時期、 アドルフ・ミューラー1世とアドルフ・ミューラー2世が親子で劇場学長を務めた。第二次世界大戦後、劇場は空襲の被害を受けたウィーン国立歌劇場の代替としての役割をしばらく担った。カール・ベームの指揮でフィガロの結婚、ドン・ジョバンに魔キといったモーツァルト・オペラ作品が上演され、その一部は録音が残されている。しかし、国立歌劇場外転、 再オープンした1955年、劇場は安全上の理由で一時閉鎖を余儀なくされた。数年間利用がされないまま、劇場を大駐車場に転換する計画も浮上するなど、一時は閉館の危機にあったものの、結局は存続が決まり、最新の設備を導入、改装を施して、ミュージカル劇場として生まれ変わることになった。1962年より、劇場は、 毎年5.6月に開かれる文化フェスティバル、ウィーン芸術週間のメイン会場となっている。なお、ハンスクナッパーツブッシュが1962年と1963年の同フェスに出演した映像の DVD は、この劇場で収録されたものである。劇場は、その後、ミュージカル公演の会場として有名になった。これは1983年より総監督を務めた。 ペーター・ベックによるところが大きい。ベックのもと、1983年に、アンドリュー・ロイド・ウェバー作、キャッツのドイツ5番初演がこの劇場で幕を開けた。心理学者、ジーク・ムント・フロイトの生涯を描いた、エリック・ウルフソン作、フレイディアナこそかんばしくなかったものの、ミハイル・クンツェとシルベスター・リー・バイによる、エリザベートは500万人以上の観客を集める大ヒットを記録し、 全世界で史上最も成功したドイツ語ミュージカルとなった。2003年秋の再演の際にはオーストリア国内で記念の郵便切手が発行されている。エリザベートのロングランヒット後は同じくクンツェリーバイのコンビによるミュージカルモーツァルトが1999年10月より2001年5月まで上演された。この作品は 2000年最優秀ミュージカルに選出された。モーツァルトの生誕250周年にあたる2006年、劇場は新しいオペラハウスを名乗り、再びオペラを上演するようになる。これにより、劇場は国立歌劇場及びウィーン・フォルクス・オーパーに次いで、ウィーン3巻目の歌劇場となった。ただし、全2社と異なり先住の歌劇団は存在しない。 歌劇場として復活して最初の公演はプラシド・ドミンゴラが参加したガラコンサートであった。総監督に就任したローラント・ガイアーは他に勘のように日替わりで違った演目を用意するレパートリーシステムではなく同じ演目を一定期間にわたって上演する形態であるスタジオネシステムを採用。モーツァルト作品やウィーン古典のほか、 バロックオペラや現代もの,のオペラを主な柱に据えるとしている。オペラ公演のオーケストラはウィーン交響楽団、ウィーン放送交響楽団及びウィーンコンセントス、ムジクスが務めている。ウィーンのオペラファンの中には規模、構造ともにウィーン古典オペラの上演に最適なこの劇場がこれまでミュージカル公演という間違った使われ方をされてきたと感じ、 この方向転換を待ち望んでいた者も,も多かった。その一方で、長い伝統である、最新の、娯楽性の高い演目の初演が行われる劇場、としての位置づけが消えることを惜しむ声も聞かれた。本文中で触れた者も,も含む、突起のない限りドイツ語、英語対応。ありがとうございます。